鶴蕎麦は、タデカイヌタデ族に分類される、鶴聖の多年草の一種。種商名は、中国を意味する。シノニムの学名は、三型化壺を意味する。和名の蕎麦は、果実が、蕎麦と同じように黒色の三両形であることに、由来する。茎は長く伸びて、枝を開け、地に伏して鶴状になるかまたは直立し、長さ約1メートル。無毛。若茎には、酸味がある。 葉は柔らかく五千四洋平があり、卵形卵状長楕円形、先は栄線形、基部は切れ形、円形、または心形で、長さ5から10センチメートル、卓葉小は薄く膜質で、筒状で斜めに切れる。数個の花が枝先に登場に集まり、密な相乗果女になる。額は五列し、白色、または薄紅色で、長さ3から4ミリメートル。 カキは5から11月。果実は痩せか、三両系、黒色で、光沢はなく、多重な残存額に包まれる。薬用となる。佐賀県唐津市では、種子を山弁当として食べられることがある。温暖な海岸近くに生育するツルソバヒマラヤの、シムライ島、インド、マレー半島、中国、朝鮮半島南部から日本にかけて分布する。日本では、本州、 四国、九州、沖縄に分布する。神奈川県では1988年頃に記録があるが、これは一出品と考えられていた。しかし、その後ズル半島や三浦半島など数箇所から着実に生育している個体が記録されている。温暖な海浜や海岸近くに生育する。ありがとうございます。